えーっとね、うん、ラジオネーム、浮輪さん。うん、33回の若林さんのものを捨てまくる話が受けました。ライブの土台になるかもしれない昔のネタ帳を思い切って捨てたと言ってましたが、今回のライブでその捨てたネタ帳から持ってきたネタはありますか最近思い切って捨てたものも教えてほしいです。追伸、相方は捨てないでください。うまい。うん、知ってますけどもね。うまいね。う いや、ライブでは、今回のライブでは、もう捨てたネタ帳だったんで、うん。もう、わかんないですか私がね。なるほどもう覚えてもいないですし、後悔はしました、確かに。うん。全然設定が出ないっていう時に、あのノートが残っていれば、何かのきっかけになっただろうに、とは思いましたね。うん、やっぱ後悔はするんですね。後悔はやっぱりしますね。うーん。 最近思い切って捨てたもの。うん、あのね、これはね、何がとは言えないんですけどね、うん、自分がこう出演したりしたね、うん、DVD、うん、ほとんど捨てました、この間<う>、うん。本棚がいっぱいになってきちゃって。 ああ、その、週、あの、番組録画したってことした DVD ってこといや、市販されてるやつ。<laughs> 市販されてるやつうん。市販されてるの残してあげてよ。別にいいじゃん。これには言い訳があって、うん、実家にあるんですよ。なるほど。一枚ずつ。なるへそなるへそ。だから、あのい、いらないんですよ。まあ、なんだったら実家に行ったら、また手に入ると、うん。そう。で、本棚を買って増やすか、うん。 捨てるか迷ったあげく、もう、すごい捨てた。自分が出てる DVD を。<laughs> オールナイト日本 DVD も漏れなく捨てました。ちょっと待って、<laughs> あれだけは残してよ。<laughs> あれだけはさ。あれは中の紙の方は燃えるゴミにちゃんと捨てました。分別して分別して。して <laughs> それはまあ、正しい捨て方だけどさ。<laughs> うん。<laughs> 捨てないでちょうよ。あと、うん、USB。 USB? USB あああのパソコンのあのあれなんか残しとくやつそうに多分いろんなものを、うん、それこそ前のパソコンのネタとかを USB にこう送ったのをちょっと全部捨ててみようと思って捨ててみたんですよ。 いや、試しにみたいなさ <laughs> 言い方されても、それダメなんじゃないのいや、だから、泥団子日記のログが全部入ってるやつがあるはずなんで、それも多分捨てちゃってると思うんですよね。いやいや、勘弁してちょうよ。<laughs> いや、そういうの残しとかならダメよ。で、なんか、ライブドアにもなんか入れなくなっちゃって、前も話したじゃん。ログインできなくなっちゃった話。はぁはぁはぁああ、そのブローカイスーサーバーというか、うん、あれそうそうそう,そうそうそう。あ、でも、そしたら、うん、なんか、 あのその、そうそう USB に残ってるからいいやって思ったんだその時、うん、それを捨てちゃったんだね俺そういえばもうダメじゃんでもわかんないちょロシアンルーレット的に捨てたからもうそれ<ー> <laughs> どれがどれだかわかんないけど USB っていうのは捨てるもんなの大体の話がもういっぱいになっちゃってたのなんか<ー>箱の中に USB があっ 頭来て、それ見せたら。それをさ、なんか、もっと大きな容量の USB にまとめるとか。そんなまと、まとめるのめんどくせえじゃん、そんなの。<laughs> いや、めんどくさいけどさ。捨て、うん、ちゃったらその中に大事だって何がどう入ってるかわかんないんでしょでも死んだらさ、うん、別に見れないわけだしさ。いや、究極の考え方だわ。<laughs> それ言れちゃったらもう何も言えないよ。<laughs> いや、そうじゃなくてさ、なんかの様子にさ、思い出して見たりすることあるじゃない。<laughs> いや、そんな、あるじゃ俺、それはちゃんと、冷静な判断してるつもりなのよ。これから先、ある日、うん、あ、この USB をパソコンに挿して何が入ってるか見てみようって、俺、思わねえなと思ったから全部 USB を捨てたのよ。いや、だから、うん、まあまあ、それは思わないかもしれんけど、うん、何かの時に、 その、まあ、お仕事関係でさ、例えば、うん、なんかこの番組出てね、うん、あの時の若林さんの、そんなの、よそんなの USB を電源入れて出てこねえや、ようなやつはやめちまえよ、うん。<laughs> いや、でも、元にどういうことよ <laughs>。あ、自分でってこと覚えてないやつな。なんか何、何言ってたか,分か自分で <laughs>。 <laughs> うん、よくわかんない。今のワーストじゃないですか <laughs> よくわかんない単価を切るっていうさ。よくわかんないんだけど。<laughs> ああ、そう。でも、そうか。うん、もう、なんか片付けてたら、それがもう、衝動的に、て礼くなっちゃうで、うん、う絶対こ,こんなの絶対パソコンに挿して何が入ってたら試すわけがないと思って、うん、全部捨てちゃった後に、うん、そういえばもしかしたら日記は、うんうん、将来必要になってくんじゃないかなって思って、 いや、そうよ。だってさ、あなたその本を出したじゃん社会人大学。あれの書いてる時にさ、昔のことがあんま思い出せないとか言ってたじゃん。その、テレビ出始めぐらいの頃が。そういうのが日記みたいなのがあったらさ、そういう時に出てきたそんなのは、ん。そんなの思い出すのに USB が必要なやつはやめちまえっつってだって原理ネタ帳捨ててちょっと後悔したでしょもう全然設定が出てこないじゃん。 出てきてんじゃん、ほら、ちょっと、映画が。<laughs> なんか、いい設定あったはずなんだよ。二 <laughs> つぐらい、確か。<laughs> なんか、もう、普通になんか、遊んでる時に、パッとあ<う>これ、めっちゃいいやりとりじゃん、今の、春日にも合うじゃんっていうのが二個ぐらいあったんだよ、確か。うん、でも、うん、それを、自分の脳からひゅっと出せねえようなやつは、もうやめちまえよ。じゃあもうやめなきゃいけない。二 <laughs> <laughs> 個あったら思い出せないんだから。<laughs> 自分で言いってるいいのがあったんだよね、二個。<laughs> <laughs> すぐできそうなやつが。や、ぜひともやりたかったな、それ。うーん。もったいないね。まあね。うん、なるほどね。うん